こんにちは、ババルファーズの向田美智子です。こんにちは、今日は加納トースさんボリューム22言い名付け陰陽師の応援隊として映ってます。イエイエーイ。有北くんが私のために今日は梨を持ってきてくれました。優しいですね。さあ、私だけではとっても寒いので助っ人を呼んでおります。姫組の姫ちゃんです。どうも、姫です。イエイエーイ。イエイエーイ。素人みたいですね。素人です。さあ、今日は言い名付け陰陽師の宣伝ですよ、みっちーさん。はい、そうですね。みっちーさんは陰陽師はあんまりですけど、スピリチュアルはめちゃめちゃ興味があるじゃないですか。まあ、興味があるっていうか、スピリチュアルが寄ってくるっていう感じですかね。どういう意味ですか。まあ、なんか変なもんが取り付いたりとか、そういうことがあると言われたことがあります。例えば何に取り付かれたんですか。なんかこんな黒い雲のエネルギーがあなたについていると。へー。あとなんか私はバリの踊り子で、踊り子として成功するために魂を捧げたそうです。ほう。そして成功したんですけど、そういうしょうもないことをしたせいで、そのカルマを背負ってこの世に生まれてきたらしいんで、もし加納トースさんを見て、本当に有能な陰陽師が出るなら除霊していただきたいなと思ってるんですけど。有北くん扮する陰陽師、有北くん陰陽師やるんかな。どうかな。なんか式神っていう噂も聞きました。式神って何。式神はなんか陰陽師が操るなんかこう原動力になるような感じの使い魔みたいな。使い魔、そう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 。なんか聞こえた。中の人が喋りました。あ、そうなんや。はい。へえ、じゃあどっちが偉いの。陰陽師の方が。陰陽師の方が偉いの、はい、ご主人なんで。はい。あ、勉強なるな。助手みたいな。あー、詳しいな。ちょびっと。いや、そんな知らない。私よりスピリチュアルいけるんじゃん。いや、陰陽師はいけるかも。スピリチュアルはちょっとわかんない。まあ、日本かイギリスかどっちかって感じかな。なるほどね。まあ、そんな言い名付け陰陽師なんですけれども、皆さんぜひご覧いただきたいと思います。なんとヘップホールです。はい、たくさんお客さんが来ますように。